うまいきれいスキー場は、朝鮮民主主義人民共和国間温度の元山市と、報道軍の境にある、うまいきみねに建設された、大規模なスキー場である。全距離は 110km にも達する。このスキー場の建設に伴い、北朝鮮当局はうまいきれい速度という極を盛んに、スローガンに取り入れるようになった。当局は、 これまでに驚異的な速さで進められた事業にちなんでその速さを地里場速度、平壌速度、広島速度などと表現してきたが、今回のうまいきれい速度の場合も、その建設の速さをアピールする狙いがあるとされる。朝鮮労働党機関紙の労働新聞は2013年6月5日にうまいきれい速度で増税を加速し2013年中に、 完成させるよう求めた金正恩第一書記のアピール文を一面に掲載するなど国家建設の象徴と位置づけられている。在日本朝鮮人総連合会機関紙の朝鮮新報は2013年6月28日に最近朝鮮のメディアにうまい綺麗速度という言葉が使われない日がないと報じた。北朝鮮による海外からのリフトやスキー用品の 調達を阻止すべく日本の非政府組織によるロビー活動が行われた。スイスなど欧州各国はスキー場の整備に必要な機器の輸出制限を検討した。2013年7月、通前線の活発化によってスキー場の建設現場が集中豪雨に見舞われた。その際、工事現場の一部が破壊され数百人もの死傷者が出たとの情報が 北朝鮮国内の消息筋から寄せられた。報道によると、総延長1 1 0トルで、最高地点は海抜線3 6 0ルスケート場やホテルなどの関連施設も整備されている。2013年8月の段階では、斜面を切り開き滑走コースを造成する映像が配信されていたが、同年12月には、 大型リゾートホテルの外観が報道されるなど、施設が急速に建設、整備されつつあることが示されている。2013年12月31日、スキー場がオープン。会場式には、金正恩第一初期のか祭流会、金を乗れ、男らが出席し、金正恩は自らリフトに乗って、スキー場を視察した。スキー場の様子はすぐさま世界で報道された。 その映像には、スウェーデンアレコ社製の人工降雪機やカナダ、ボンバルディア社製のスノーモービルなどが映っているが、各社は輸出を否定。中古、市場から調達したものと考えられている。さらに、翌年1月9日には元 NBA 選手のデニス・ロットマン、同月14日には、参議院議員のアントニオ・イノキが、相次いでスキー場を訪問した。 2018年1月31日、うまいきレースキー場にて、ピョンチャンオリンピックに出場する北朝鮮、韓国選手団による南北合同スキー練習が行われた。ありがとうございます。